中本玲子です。今からですね、消化を助けるときに手を当てるといい位置を、お伝えします。3つあります。肝臓と腎臓と頭です。肝臓っていうのはですね、だいたい右、今お向かいになっていますけれども、ご自分の右の方の、まあ、女性でしたら胸の下あたりですね、このあたり、このあたりにあります。このあたりに手を当てる。それから2番目の腎臓ですけれども、腎臓はあの後ろの方にあります。ちょうど肘の高さだと思われててください。このあたりに、2つあります。このあたりに手を当てる。それからですね、頭、頭はですね、後頭部がいいと思います。このように片手で当ててもいいし、両手を当ててもいいですし、あるいは、このように、前後からこう挟む形にするのも非常に気持ちがいいです。これ起きててもいいですし、横になってね、こういうふうにしたりこういうふうにしたりして、しばらく目を閉じて休むと非常にあのリラックスして、いいです。この3つをですね、消化を助けたいなっていう時に、優先的に手を当てられることをおすすめします。